はい、今回はですねココイチからグランドマザーカレー復活ということでね、原点にして頂点と呼ばれたまでのカレーでございます。数年ぶりに復活ということなんでね、3年ぶりだったかな、一応復活したということで、まあ、創業祭っていうのをやってますね。2020年創業祭っていうか、気づいたらもうほぼ終わり際。まあ、何回か食べてるんですけどね、なかなかスプーン当たらないですね。当たった人いるのかな、これ。グランドマザーカレー1食につきくじ1枚となっております。トッピングもね、してみようか迷いますね。1000円以上のレシートで当たるキャンペーン。こういうのもある。ぬいぐるみ。ココイチのキャラ？こんなんあったっけ？お食事券欲しいな。スプーンはねミラー仕上げとマット仕上げがあります。あとチャレンジ券で当たるゴールドバージョンもある。全部で3種類ですね。これ3つ集めるの相当苦労するで3つ持ってる人いたらすごいですよね。さあグランドマザーカレー、まあ、自分はスクランブルエッグをトッピングしております。ココイチ原点の味をイメージしたカレーだそうで、大きな具材と家庭的な味が癖になる一品ということでですね、まあ、普通のポークカレーとしては比べてね、具がすごいですよね。ルーがねすごいとろみがあるんですよ。これもね癖になるポイント。バーモントカレーをちょっと濃いめに作ったような感じかな。そして何といっても具材がでかいです。食べ応え抜群でございますね。じゃがいも半端なくでかいですね。じゃがいも、人参、インゲン、豚肉が入っております。焦げ目のついたね香ばしい豚肉、これが美味しいんですわ。結構ゴロゴロ入ってますよ。まあ、辛さが足りなければ飛び辛スパイスで調節しましょう。何辛とかにしてもいいですけどね。ソースかけるのはね好みが分かれると思うんですけど、皆さんはかけますかね。自分はたまに味変でかけたりするんですけど、意外と美味しいですよ。やはりスプーンは今回当たらず、チャレンジ券応募してみようかな。ゴールド当たったら嬉しいですよね。3月7日寄進有効。さあグランドマザーカレーが食べられるのはあとわずかでございます。人気の味ぜひご賞味くださいと。今回の動画はここまでになります。ありがとうございました。Victoria!